赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴ、かわいいや、かわいいや、リンゴ。あの子、良い子だ、気立ての良い子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂か、軽いくしゃみも飛んで出る。リンゴ、かわいいや、かわいいや、リンゴ。朝の挨拶、ゆうべの別れ、愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴ、かわいいや、かわいいや、リンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えば、なお楽しい。みんなで歌えば、なおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴ、かわいいや、かわいいや、リンゴ。はい、こんばんは。今夜もね、リンゴの歌を歌いました。2016年6月の29日、水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環として、こんな風に配信してます。はい、どうもね。雨降ってきたね、荒川区のこの町の方もね。ほんと、雨降り出しました。はい、こんばんは。ね、今日、それ出しても天気悪くて、水木金曜日かな？多分週末はいい感じね、予報見るとね。だから週末ね、土日休みだったら登山に行こう、今回は登山。雲取山登山行こうね、今週はね。だから多分配信はできないと思うんでね、あれ。多分、配信は無理だと思います。ほとんどね。ほとんどね、あれ、ワイマックスとか、モバイルが入るのはね、あれ、国電のさ、奥多摩の駅の周りだけだからさ、あとは全然、まあ、だからローカルで録画して、それで、頂上に着いたらローカルで録画しますんでね。まあ、一人、おなじみ、一人キャンプファイヤーって感じかな。ちっちゃい焚き火、ウッドストーブで、それで、過ごしたいと思います。食材どうしようかなと思って、山だからな、あれなんだよな。まあ、鶏皮は持ってくとして、鶏皮も冷凍、湯がいて、いつも通り冷凍してあるからさ、あと鶏皮でしょ、鶏皮持ってって、あと野菜類は玉ねぎぐらい、玉ねぎ2個でいいかな。玉ねぎ2個、あ、サバも、塩サバも、塩サバは持って、塩サバは普通の白いやつ、文化サバが塩サバっていう、あれも2枚冷凍してあるのがあるんで、あれ持ってってもいいかな。あれ、フライパンで炒めて、あれつまみ、いいね、鶏皮。あ、十分だよな、しめサバじゃなくて、サバ、塩サバ、サバね、白いやつ。あれ冷凍してあるんで、あれがもう持ってってる。野菜類は、玉ねぎ、人参でいいかな、安いのね。安い、買って。そんぐらいでね、食材はね。で、結構あれになっちゃうな。結構ほんと。山登るからさ、それが持てないんで。で、結構持っていっちゃうと思うけど。いつもの、いりこさんを切っちゃうウッドストーブでやろう。楽しみだ。そんな感じです。今晩は、今夜もね、こんな感じで生存確認。じゃあもう一回行こうか。今夜もね、今夜も銀行の歌です。いいね、この歌ね。多分日本全国でもね、
今は多分僕しかいないと思うな。ね、多分。でもなんか歌いたくてね。いつものようにね、何度歌ってもうまくはなりませんか。歌いたいから歌ってます。歌いたい歌を歌ってます。で、今夜も、この佐藤博郎さん作詞の新版万長さんの作曲の、リンゴの歌。赤いリンゴ。赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや。かわいやりんご。あの子よい子だ。気立てのよい子。りんごによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂。軽いくしゃみも飛んで出る。りんごかわいいや、かわいいやりんご。朝の挨拶、ゆうべの別れ。愛しいりんごにささやけば。言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴ、かわいいや、かわいいや、リンゴ。はい、今夜もね、リンゴの歌を歌いました。そんなわけで今夜もね、飲みましょうか、今夜も。今夜も飲みたいと思います。はい、もうね、はい。今夜もこれ飲もうか。パック酒。いつものグラスに氷を入れてね。ロックでいきましょうか。はい、それで乾杯。あと今日の、つなぎのところがつなぎ。今日のつなぎ。ね、どうもね。大丈夫ね、映ってるね。今日のつなぎ。はい、こんばんは。んだよね。今夜はね、サーモンカルパッチョだ。サーモンカルパッチョ。半額だったんだ、今夜はこれで。これかな？これいこうか。今日これいただこうか。サーモンカルパッチョ。まあ、これで400円するんだよね。半額じゃないと買わねえよ、こんなんで。これで400円だもんな。半額じゃないと買わないよな、僕はな。天ぷらのドレッシングかけて。
スタンプブラッシング絶対ハンガリーで買わない、こんなこんな感じね。さて、こんな感じで、じゃあもう一品、じゃあもう一品持ってこうか、今度今度もう一品はい、今度のもう一品はハムカツだ、おなじみ。今日は早かったから、赤札堂の惣菜売り場のやつ、半額だったハムカツ2枚。じゃハムカツね。じゃハムカツ2枚を適当に切って、棒状に。1枚を4つに切ってね。つけるのはこれ、カツを買った時の、カツを叩き買った時の添付の、これをかけて、冷蔵庫にあったんでね、しまっといたやつ。これかけて。ハムカツだ。ハムカツと、これね、今日、皮の花火。ハムカツと、サーモンのカルパッチョと、コップ酒。行こうか。ハムカツ、じゃあこれ、冷蔵庫にさ、前にカツオの先買った時の添付のタレがしまっといたなんで、それかけて。うん、うまっ、うん、うん、あ、これね。まあ、サーモン。まあ、これで400円だもんな。4キロぐらいあって、あと野菜。まあ、しょうがないね。たまにはと思って。野菜もたまんないじゃん、とって。うん、まあ。サーモンかどうか。サーモンのサラダかね。要するに、サーモンのサラダ。サラダにサーモンが入ってただけ。うん、たまには野菜も。ね、こんな感じ。うん、うまっ、たまには食わないよね、たまには野菜もね、あ、たまにはいいな、ほんとね。これで400円だもんな、通常半額じゃ買わないよ、半額にしないと思うが。うん、あ、うまい。そしたらそれ、うん、キャンプ、うん、キャンプも、うん、今度ね、登山ね、登山キャンプ、いや、お山の頂上でキャンプファイヤーね、今度はね、予定はね、雲取山か、どうかな、初めて登れるかどうか、雲取山登山、今度は2杯目
これさ、最後の君に。あと、玉ねぎとレタスか。自分で野菜買い、それ高いもんな。レタス買って、玉ねぎ買って、ピーマン買って、それだけでもそこそこするもんな。それを思えばね、玉ねぎ安いって言ったって、いくつか、1個で40円とかでしょ。ピーマン買って、レタス買っても、それだけ150円だし。まあ実際買っちゃえば、それは全部使わないけどね。妥当かな、でも妥当じゃん。手間暇考えたら。嬉しく、レタスだね。これはですね、サーモンカルパッチョって言ったさやつのレタス、ね。あとね、ハムカツ。ハムカツ。あと、カツのたたきのタレがさっぱりしてていいね。やっぱ合うよ、これね。今日はサーモン、サラダ的な。いいね、厚切りハムカツ。で、ちょっとだけ、日本酒です。ハムカツこれ1枚120円か。で、半額で60円。赤蓋ドアさ、9時回ると、惣菜売り場が半額だからな、そうね。考えてんだ、あれ、ほんとね。いや、この鳥でもね、うまくできるかなとか、楽しみ。山頂でもさ、できるからさ、山頂でも費用な、山頂でも500円払って、当然前の1800ぐらいのところでも、どっちでも、見ると山頂でも高いけど、アルコール売ってんだよね、あそこね、お金出せばね、500円の、いや、当然だけどね、あれ。当然だけどさ、運ぶの考えればさ、ね。でも、特にあそこで買って飲んでもなぁと思って。2リットル1本ぐらい持ってこようかな、それとも。やっぱ酒欲しいよね、やっぱりね。キャンプファイヤーの炎を見ながら一杯飲みたいもんな。やっぱ酒持っておかないとね。やっぱないとね。じゃあ3杯目行こうか、3杯目。やっぱさ、これ3杯か。この辺でやめとくよ。また明日飲むんだ。はい、乾杯。一人で乾杯。うまいよね、ハムカツ。じゃあ、ハムカツ、ね、もうこれ、
サラダだけだからね。ハムカツ。うん、うまい。1枚普通に定価120円で、それは安いよね、これ1枚120円だもんな。薬事回ったんで60円で、2個買って120円、これ200円ぐらいか、半額で。あなた、カツオのささきも1パック同じだったんだよね。いや、あっちの方が量的に良かったけどね。たまにはと思って野菜も取ろうと思って、こっちかカルパッチョの方買ってみた。野菜が入ってる方ね、うん。カツオはよく買ってからな。うん。カツオね。まあ、カツオは安いもんな、ほんと。カツオはほんと安くていいよ。うん。みんなメッセンジャーで送ってくれるから、ごめんなさいね、僕メッセンジャー入れてないからさ。スマホでさ、よくさ、Facebook で。Facebook 登録してる人ってさ、メッセンジャーなんか送ってくれるんだけどね、もう入れてないんだもん、スマホに。だから見れなくてごめんなさいね。うん。あんまり入れないから。結局アプリいっぱい入れすぎるとさ、バッテリーの消耗が早いから気がして、あんまり入れない。一回修理に出したから、だから、Twitter とか、Twitter とかも入れてないから、僕、今、スマホにはさ。もともとこれ Facebook 入ってたんで、それ使って。まあまあ、やっぱアプリ何でもかんでも入れたらすぐバッテリーが早い、消耗が早くて。ね。そうすると肝心の電話機として使えなくなっちゃうからさ。ね。お金がある人でさ、ほとんど。遊び用のスマホと電話用のスマホって持ってる人はいいけどね。まあスマホじゃなくて電話用も電話機っていいけど。ちょっと余裕ないがそれできないんでさ。うん。電話機としても使いたいんでさ、やっぱりあんまアプリ入れるとさ、ほんと消耗はそうだ、ほんと。アプリ入れすぎると全然。だから僕あんまり入れないようにして、今回修理から帰ってきたから。入ってんのもとも、これアンドロイドだからもともと、YouTube とか、もともと入ってるからね。Twitter も、これ入れてないです、スマホは。だパソコンでやる感じね。なんでもほんとアプリ入れすぎて、ほんと、バッテリーが早い。どうしようもない、ほんと。ね、ほんと。ね。バッテリー持たせたいからさ。ね。だからすごいよな、あれなんだっけ。メルちゃんとかさ、iPhone で撮影でしょ、あれ。でも iPhone 以外やっぱ電話機持ってんのかな、あの人ね、やっぱね。それは辛いもん、やっぱりね、ああいう人は。普通に、電話専用の携帯も一個あるんだろうね、きっとね、ああいう人はね。ね、そりゃ、そりゃ、やば。万が一に困っちゃうもんな、あれで、電話使えなかったらね。うん。普通にそれだとさ、動画とか撮ってたら消耗はまいもんね、バッテリーね。電話機をしてる方結構持つんだ、ほんと。一日二日しなくても、二日ぐらい経って、まだ半分とかそんなもんだよ、あれ。電話機能だけだったらさ。ね。うまい。まあね。これタブレットにね、メッセンジャーが入ってるんだよ、これなんか。メッセージ、その音。ね、ごめんなさいね。じゃあ最後の一杯。じゃあこれおしまいも、この最後の一杯。最後の一杯。また明日。明日は飲み切ろうね、これね。この辺で、あとまた明日の分もなんとかある。じゃあこれおしまい。じゃあ今日最後の一杯。一人で乾杯。ああ、うまいね。ハムカツ。うん。
結局、イギリスは EU は出ないみたい、離脱しないみたいね。うん。結局、スコット、ね、そうみたいだね。スコットランドとか、あれ、EU にはいたいってことで証明したからさ、そうするとウェールズもそうみたいだよね。あと、北アイルランド、そうすると、ね。そんだわけで、あれは法的拘束力ないからさ、そんな格好、うん。そういう感じになるのかね。うん、EU は離脱しない。まあでも、難しいよね、あれね。でも、ヨーロッパだとアメリカ対抗するためにだったら、アメリカでかいからアメリカ単独できると思うんだ。でもヨーロッパの場合は一緒になった方がいいのサービスとして、まあそう思う。アメリカでかいからさ、本当あれ一国でさ、全部賄えからさ、資源もあるし、何でもあるしね。でもヨーロッパって本当ちっちゃいもんだからな、一国ではどうしようもないから、ああいった EU 共同体は意味があるんだ、あれ。EU のような。だから、まだそう思うとあった方がいいと、僕はいいと思うよ、あれ。長期的に見れば、ね、イギリスにとってもさ、EU に入ってた方が。短期的にだったらさ、あれ、移民が入ってきて、つらい、ちょっといろいろあるかもしれないけど、長期的に言ったらそれもさ、いいと思うんだ、あれ。ちょっとさ、先が見ることができない人はさ、先を見ることができない短絡的な人はさ、EU なんか出ちゃ言うけどさ、長期的に見たら僕はやっぱ EU っていう大きなところがあった方がいいとは思うね。あ、こんばんは。こんにちはね。今夜ももう今日もね、コップだけで飲んでます。今日はね、ハムカツ、もう一切れかな、ハムカツね。ハムカツと、あと、カルパッチョって方、サーモンのカルパッチョ、あとレタスだけ。こんな感じです、こんばんは。ふんころがしさん、どうもね。うん。最後。じゃあ、ハムカツ最後いこうか。ハムカツを美味しくいただきました。いや、ハムカツね。ハムカツはこれでおしまいだ。これ駅前の赤札堂のスーパーね。ね、そこ惣菜売り場ね。それ全部赤札堂だ。美味しいですね。あ、これカルパッチってかね、サーモンのカルパッチって買って、最後これレタスか、最後ね、これ。レタス。はい、カルパッチョの方も美味しくいたしました。ね、頑張った。あと飲んでおしまい。もう6月、明日が晦日だね。6月の30だからね、今日29日。あ、本当に半分終わったんだね、これね、今年ね。早いな、明日で一気にね、最後だよね。
ね、じゃあ、もうそろそろ上半期振り返ろう。今年何やったか。で、1、2、3、4、そうだね。半分だ。明日で最後だもんね。みそかだからね、ロード。今年のでかいことって言ったら何だろうな。なんだろうね。ぼやきてる、なんかやっぱ、あれしかないかも。マスターの金が人員がでかいから、やっぱりな。あれかな、いろいろ。人員まで、するまでにいろいろあって。あと、清原さんか。裁判あったな、あれね、今年ね。清原さんね。可愛かったな、あの昔の YouTube なんかでさ、入団の頃の見ると、ほんと可愛いね、今見ると。ほんと可愛い、あれ。旅変えたぐらい可愛いよ、あの頃の清原さんはさ、今がだからさ、なおさらだよな、ほんと。ほんと入団の頃が、まあ当然だよ、だってまだ高校3年だもんな、あれ。可愛くて当然だよ、ほんと。ほんと可愛いよ、ほんと。もう男だけどさ、ほんと可愛くて、ほんと。かわいいじゃん、あれ。入団した頃、清原さん。今から比べてさ、ほんとかわいい、あの頃ね。かわいいよね、あの頃の清原さんね。今があんな感じだからさ、なおさらだよね、そのギャップでさ。そう思う、僕。今がさ、もうすごい、向こうの世界行っちゃったかもね、今はね。あんな坊主にしてさ。なおさらかわいく思える、あの頃の清原さん。かわいいね、ほんと。僕、男だけどさ、食べたくなっちゃうぐらい可愛い、あの頃の清原さん。 そう、今年はそうだね。で、清原さん、あの事件があったからさ、検索したらよく見たけどさ、本当そう、本当に入団した頃可愛かったね、本当ね。あんな可愛かったのがさ、ねえ。 あんな可愛かった清原さんがね、まあ30年ぐらい経ってね、30年経つとか、ああなっちゃった。 ああ、怖い怖い。ねえ、あんな可愛かったのが。ねえ。まあ、変わんないと思う。長嶋監督もそうだもんな、あれね。そう、長嶋さんと原さんとか変わらない人もいるからね。あれ、清原さんちょっと異常だよな、あの顔色はな。あまりにもそうだろうな、ね。いろいろ周りのせいかな、あれな。ああ、なっちゃったもんね。髪長まずいね、坊主にしちゃってさ。あれがちょっとね、原辰徳もそれほど、今もさ、そこそこ爽やかだもんな、あれ。まあ、入団、あれ、原辰徳の入団の頃可愛かったけどさ。清原よりかはまだマシだよな、あれ。清原の代わりよ、あれは辛いよ、あんな可愛かったな、だもんな。ねえ。プロ野球選手は有名だから大変だろうな、あれ。入団の時なんかみんな一斉だもんね。まあ、ドラフト1位クラスの選手はさ、いろんなメディア取り上げるからさ、みんな見てるからさ、ねえ、ほんと。それでプロですね、やってれば、そうね。だから辛いだろうね、本当に。自分の変わっていく様を見られて、こうやって。他のマイナーのスポーツだったら、これほど取り上げられないだろうけど、プロ野球だからね。ああやってみんな注目しちゃうから、なおさらだよ、本当。30年も経ったら変わったら取れないもん、30年だもんね。そうだ、ニュースそうだ、あるからね。清原さんに入団してからもう30年ぐらい経つもんな。変わって当然だよな、普通のね。30年だったら。ね、ああ、じゃあ、今日はこの辺で終わろうか。今日はこれ飲んだ。まだあるからね、まだこれね。男たちの酒、このパック酒。なんで、ハムカツとサーモンのカルパッチョ食べました。ね、また明日これ飲むの、残り。多分明日なくなっちゃうかな。じゃあおやすみ。今日はこの辺で。ではまたね。今来て録画を見てくださいね。
ではまたね。はい。またね。うん、いいね。また。いつも通り。